糖質制限ダイエットをしている方、うまくいっていますか？私はダメでした。根本的に、ご飯をはじめとする炭水化物が好きすぎるんですよね。制限すればするほど、反動が来ちゃってドッカーンと食べてしまう。我慢と爆発の繰り返しですよ。そんな激しい食生活って、逆に体にも悪いし、どうしたら良いものか悩んでいたところに現れた救世主の糖質制限サプリでした。糖質制限サプリは、食べたいけれど痩せたいという願いを叶えてくれるサプリだと聞いたからです。太る原因となる脂肪や糖の吸収を抑える働きをしてくれる画期的なサプリだから、食べたものがチャラになるというイメージですぐにでも取り付きたくなりますよね。でもその認識大間違いですよ。私の場合はこのサプリが合う条件が揃っていたので無事ダイエットに成功し、健康的な体質に変化することもできました。現在も体重体脂肪ともに自己ベストをキープ中です。でも痩せたい人すべてに糖質制限サプリが合うとは限りません。自分が糖質制限サプリで痩せるべき体なのかどうかをまず知っておきましょう。糖質制限カットサプリで痩せるべき人は、そもそも糖質をカットするサプリというのはどんなものなのでしょうか。ざっくり言うと、必要以上に摂りすぎた糖質や脂質の吸収をシャットアウトして体の外に排出する働きをしてくれるサプリメントのことです。次のような人には特におすすめできます。糖質制限を意識したダイエットを言っている。どちらかというと便秘体質、サプリ頼みではなく食物からバランスよく栄養を取りたい、糖尿病リスクを軽減したい、血糖値の安定、つまりこれらの条件と真逆のご飯、パン、麺類、揚げ物など糖質脂質を好き放題に過剰摂取している人や、そもそもジャンクフードばかりの食生活を正そうともせず、全く運動もしないでサプリだけで痩せようとしている人には効きません。誰もが飲むだけでダイエットに成功する魔法のサプリではないということを覚えておくべきですよ。おすすめの糖質制限カットサプリ。糖質制限サプリにはたくさんの種類がありますが、自信を持っておすすめできるものを紹介しますね。大人のカロリミット。以前より食べていないはずなのに、運動や食事にも気をやっているのになぜか痩せないという大人ならではのダイエットの悩みに応えてくれるサプリです。ブラックジンジャーやギムネマなど6つの機能性関与成分が年齢とともに落ちる代謝を日常の活動時にも上げ、脂肪や糖の吸収も抑えながらダイエットをサポートします。大人のカロリミットの口コミ。悪い口コミ。もともと糖質をあまり食べないのですが、ここ数ヶ月揚げ物を多く摂っていることから体重コントロールがしたくて飲み始めました。もともとカロリミットの方を飲んでいましたが、年齢的に大人なのでこちらに変えてみました。カロリミットはカロリー摂りすぎた時の罪悪感を取り除くという程度で続けていましたが、正直違いは感じられません。とりあえずまだ残っているので続けますが、気休め程度といった感じです。30代女性。良い口コミ。外出する時も忘れずに携帯して飲み続けたら3ヶ月で 4kg 痩せました。もともと糖や脂肪をがっつり吸収しやすい体質というか、たまに具合悪かったりで糖と脂肪取らないだけで体重が落ちたので、体質にぴったりのサプリだったみたいです。食事内容に気をつけたらもっとガツンと減りそうですが、ついつい食べちゃいますね笑い。このサプリをおもりにしつつ運動も併用しようかなと思っています。20代女性。お通じに聞いています。便秘持ちですが、これを飲んでから食事をすると食後にすっきりと全てが出せるといった感じです。汚くてごめんなさい。4粒を分けて飲むのが普通ですが、私はまとめて飲んでしまっています。するととにかくすっきりだったので、当然食べて出せるので、お通じが悪かった頃よりは体重も減っています。結構食べる方なのですが、全然体重が増えません。40代女性。効果的なサプリを飲むタイミング。糖質制限サプリの多くは食事前の3060分の間に服用することを推奨しています。なぜなら糖質制限サプリの有効成分の多くは水溶性です。そのためあらかじめ食前に飲んでおいて、胃の中に食物が入ってくる前に糖質を吸収させない環境を作っておく必要があります。サプリによっては飲み忘れた場合には食後に服用しても良いという文言が書かれているものもありますが、あくまでも飲み忘れた場合にです。つまりしっかりと糖質制限サプリの効き目を実感したいのなら、容量を守って飲むことはもちろん、飲むタイミングにも注意が必要なんです。まとめ、糖質制限サプリは糖の吸収を抑えてくれるありがたいサプリではありますが、必要以上の糖質摂取やカロリー摂取を応援してくれるものではありません。バランスの良い食事や適度な運動など基本的なダイエット生活の中に取り入れてこそ絶大な効果を発揮するダイエットサポーターなのだという捉え方をおすすめします。運動が苦手ならば座る時間を減らしたり、1駅分歩いたりすることを日課にするなど、小さな積み重ねから始めれば OK です。便秘体質や高い血糖値などは
ダイエットの大敵ですので、糖質制限サプリを賢く利用して、体の中から輝く健康美人を目指してくださいね。